フォードクラウン・ビクトリア。クラウン・ビクトリアはフォードが製造、販売していた自動車である。車体サイズはアメリカ製セダンの中でも最大の部類のフルサイズに属する。オイルショック以降、キャデラックやクライスラーなどの競合車種の多くがダウンサイジングと FF 化を観光した中、フォードだけは昔ながらのハシゴフレームと FR レイアウトを誇示した。この車種はマーキュリーグランドマーキー。 リンカーンタウンカーと共用のパンサープラットフォームという専用グレード存在する。アメリカではクラウンビッグの愛称で親しまれている。日本のトヨタマーク E やトヨタクラウン、日産、クロリアや日産、セドリックに相当する車種。2008年から2011年の最後の3年間はフリートセールスのみで直径の後継モデルはないが、 2007年の北米自動車ショーで発表されたリンカーン MKS やフォード次世代ポリスインターセプターが実質的な後継車種になっている。クラウン・ビクトリアの社名は1955年フェアレームの一レンジとして登場した6人乗りの2ドアクーペが最初である。フォード LTD の上級トリムとして名付けられた。フォード LTD から完全に独立し、 1991年に1992年モデルとして登場した。フォードトーラスやセーブルが大ヒットしたため LTD とは違い、丸みを帯びたエアロダイナミックなデザインへと変貌した。ただ、グリルレスは不評であったために1993年の中期型からはグリが追加され、1995年の後期型からは新規グリルとリアコンビネーションランプが追加され、 ナンバー取り付け位置もリアライトの中央に移動させた。1998年モデルとして、モデルチェンジ。1991から1996年までの、シボレーカプリスのようなラジカルなエアロルックを持った、先代から、大きなヘッドライト、バンパー、グリルなど全く違うデザインとなった。これはボディを、マーキュリーグランドマーキーと共用化したことによるもの。これにより、 両社のデザインイは、先代と比較して、かなり少なくなっている。フルサイズセダンを代表する車種として、長く親しまれてきたクラウン・ビクトリアであったが、2011年9月15日に、カナダのセント・トーマス工場で最後の1台が出荷され、生産終了となった。パトカー用のグレード名は、ポリス・インターセプター。商品コード、P71。 LTD クラウンベクトリアのパトカー使用者を継ぐ形で1992年に初代が1998年に外装や機関を手直しした2代目が発売された。P71 はアメリカのパトカー市場においておよそ7割強の市場占有率を持つと言われている。アメリカの警察で好まれる。 後輪駆動のフルサイズセダンをベースにした車両として、今では貴重な存在となっているのが要因。基本は単独グレードだが、最終原速比が3.27と3.55の2種類の設定がある。ベース車両からの変更点は、補給類やサスペンションの信頼性が向上されたこと。また注文装備として、防弾パネルを取り付けることができる。 これは12ゲージ3弾や 7.62mm、ナトダ弾を食い止めることができ、価格は運転席側のみが1200ドル、全席左右ドアが2400ドル、講述する欠陥問題があったことから、この対策として燃料タンクを保護する防護材の取り付けを無料オプションとして設定した。また燃料タンク付近に自動消火装置をメーカーオプションとして設定。 これは後部に強い衝撃をセンサーが感知すると、組み込まれた油火さ対応型消火器が燃料タンク付近に向けて噴射されるともうの。手動でも操作をすることが可能となっている。2010年3月、フォード社は、クラウン・ビクトリアに代わる3代目ポリス・インターセプターを2011年に発売すると発表した。新型ポリス・インターセプターセダンはトーラスがベースで、 またエクスプローラーがベースのポリスインターセプターユーティリティも販売される。グレードはセダンは V6 自然吸気と全輪駆動または四輪駆動の組み合わせ、及び V6 直噴ターボと四輪駆動の組み合わせ。ユーティリティはセダンと同じ自然吸気エンジンに全輪駆動と四輪駆動のいずれかを組み合わせたもの。アメリカのパトカーは 対応期限が過ぎれば、日本でのように解体されず、民間に払い下げられ、中古車として市場に流通する。そのため、他の警察機関が購入して、再び、パトカーとして使うだけでなく、タクシーや自家用車として使われるものも多い。ゆえに、ポリスインターセプターのバッジがついているものの一般人、使用しているものも見かけられる。軽光灯等や無線機。 通信端末などの装備品は放出品として外され、車体は警察機関を表すデカールが剥がされ再塗装されるが、日本で再びパトカー仕様に戻し、またはアメリカ国内には持ち込まないことを制約した上で、そのまま購入し乗るファンがいる。よって、少数ではあるが、ポリスインターセプターも日本に輸入されている。かつては GM にも同クラスの FR フルサイズセダン。 シボレ・ー・カプリスがあったが、1996年に生産中止となって以来、アメリカのタクシー業界は、クラウン・ベクトリアが主力車種である。現役を引退したパトカーの車両を使ったものが多い。フォードでは役目を終えたパトカーを回収し、タクシーとして再利用する独自のリサイクルシステムを導入している。なお、フルサイズセダンは他にも各社で多数生産されていた。 ダジモナコなど、また映画タクシー NY でも使われていた。2000年代後半以降、低燃費シ向がアメリカでも高まったのもあり、フォードエスケープハイブリッドや日本のトヨタプリウス、トヨタカムリハイブリッド等のハイブリッドカーが多数採用れていた。2018年現在では、すでに生産終了から7年経過しているのもあり、多い多数を減らし、 主力としては知りているものの、タクシーとして、まだまだ見かける存在である。タクシーの使用車種に関して、細かい規定の存在するニューヨークでも、2012年から2014年前後に、かけて、在庫販売が行われていた、ロングホイールベースの当車両を使用することで、ギリギリ規定へ抜け出して、今現在でも営業しているドライバーが参見できる。また、 フロリダ州東欧共和党支持が強く、古いタイプのアメ車が好まれる地域や地方でも数こそ減らしているが、他の地域よりも多く見かける存在でもある。パトカーにも使用されているこの車をめぐっては、カーチェイスや長時間の高速運転時に燃料タンクからの発火の恐れがあるとして、アメリカの地方警察がフォードに対し訴訟を起こした。 1996年から2001年のモデルにかけて使われたオールコンポジットインテークマニホールドから空ンと漏れが発生するということで2005年に集団訴訟が起きている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。